特例は、中華民国時代の文筆家。新末の聖八期官軍基人で、中日講師、中仏講師などを歴任した、広鹿野への娘。母親は、フランス人であったとされる。妹姿どしと共に、生体講のもとに仕えた。兄君令も、宮廷で雑用係を務め、写真撮影ができたために、生体講の宮廷生活写真を撮影している。 古北省武将で生まれ、慶州で幼年期を過ごした。1895年より、父の認知であった日本で3年間を、フランスで4年間を過ごした。海外の生活の中で、外国語と教養を身につけ、各国の国情に通じるようになった。姿同士と共に、イサドラ団館ンンに舞踊を習ってもいる。1902年。 広鹿野への任期が終了して帰国したのに従って、17歳の徳例も北京に至った。義和団の乱以後、聖太鼓は、各国公使とその夫人たちに会うことを好むようになったが、吉地下王駅教より、広鹿野への娘が、外国語と西洋のマナーに通じていると聞き、徳例と妹の姿年を宮中に助官として、召し出した。徳例は、聖太鼓と、 外国公私夫人の通訳を務めたが、1905年に、父の病により、宮中を出て、上海に移り住んだ。特例によると、宮中にいた期間に生大公は、堺六の息子の友枝龍と目合わせようとしたが、公所定の計らいで堅やみとなったという。1907年5月21日、アメリカ合衆国の上海副領事、サディウス・ホワイトと結婚し、 1915年に夫に、従ってアメリカに移住した。アメリカ移住後に、英文で回想録と記録文学の執筆を始め、生体校と、宮廷生活の情景や、新末の政局の見聞を描いた。また、中国でも小、小脇宗旗痩せカモメラによって翻訳され、新報などに掲載され、大きな反響を巻き起こした。日中戦争中は、 総う経営が立ち上げた保衛中国同盟に参加した。1944年、カリフォルニア州で交通事故により死去。特例の一連の作品は、新末の貴重な宮廷改装録と思われているが、小説と改装の部分が不明瞭であって、資料として使用するには非常に注意が必要である。例えば、インペリアル・インセンスでは、特例が生態校と共に記者で熱火、熱化。 法典を旅行したことになっているが、これは完全なフィクションで、生大公がネッカに行ったのは、アロー戦争の時に皆豊かみどと共に、ネッカの秘書山荘に避難した時のみで、法典に至っては行ったこともない。他の作品でも、同様に、フィクション、客色、史実語人が多数見受けられ、小説として割り切って読む方が無難である。また、特例は、自らの失明を、 プリンセスデアリングとし、中国では特例講師として知られておりドラマ化もされている。特例によると、生体講が70歳の誕生日の祝賀行事で、特例と姿年を特別に、軍主に封じたという。しかし、中国の学者は、皇族の娘ではない二人が、軍主に封じられることはあり得ないと疑問視している。姿年の回想録、生宮崎によると、姿年は、 宮廷で悟空にゃんと呼ばれており、特例が、軍主や格々と呼ばれたことはなかっただろうと、考えられる。さらに特例を助官とすることについても、新庁では、助官は重要な儀式の際に、国から臨時に任命される役職であるため、生太校のそばに仕えたからといって、彼女たちを助官とするのは適切ではないという意見がある。生宮や人を有気のリレー講師、ありがとうございます。